ホイーラーにちなんで名付けられたウィリアム・ホイーラーハウス・ウィリアム・ホイーラーはアメリカの土木技術者であり教育者である。ホイーラーはマサチューセッツ農科大学を1871年に卒業した。彼の以前の教授だったウィリアム・スミス・クラークが札幌農学校の設立のために日本政府に招かれた時、同じくマサチューセッツ農科大学の卒業生の デビッド・ピーペン・ハローと共に、数学、土木工学、英語を教えるために来日した。開拓史に科学的な助言をするため、小さな気象観測書を設け、考えられる交通ルートについて調べ、運河の建設を監督した。クラークがアメリカに戻った後、ホイーラーは1877年から1879年まで、札幌農学校の教頭を務めた。この時期、 兵式訓練や入学式、卒業式などを行う中央行動の建設を計画し、1878年10月16日に旧札幌の学校園舞場が竣工している。彼は少しの間アメリカに戻り、1878年7月17日にファニー・エルナー・ハバードと結婚した。彼らはホイーラーの任期の最後の年を、 札幌で過ごし、1879年12月にアメリカに戻った。アメリカではホイーラーは、治水技術者として働き、ビジネスの世界で活躍したほか、1887年から1929年まで、マサチューセッツ農科大学の理事も務めた。また、マサチューセッツ州コンコードのナショトゥクヒルの農場を購入して、住宅地を開発、自らも邸宅を建てて、 そこに居住した。ホイーラーは邸宅を炎山館と名付け、庭に日本の木々を植えた。この自宅、炎山館には、1924年の早春に、欧米視察中の石川栄養が訪れ、恩師、広井勇から託された、君後等局日小授与の祝の手紙を手渡している。ありがとうございます。